ちは。今、何時でしょうか。カオ、大丈夫か。なんでもう居眠りしてるんだ。昨日はよく休めなかったのか。ああ、いえ、私は大丈夫です。それよりも、まずは大事な話をしましょう。帰った後、パイモンさんから聞いた状況を細かく分析しました。溺れた人を助ける、そして音楽を奏でる、この2点に関しては人でも仙人でもできる人は少なくないとしか言えませんけれど、その音楽が人に生死の境にいる現状さえも忘れさせ、気がつけば岸辺に戻っているというと、おそらく普通の人間は曲に秘められた戦力を感知できない上、彼自身の体周辺に漂っていた力の源もわからなかったために、こういった曖昧な描写になったのだと思います。この話が確かならば、きっと本物の仙人が手を差し伸べて助けてくれたのでしょう。え？フォンテーヌで言い伝えられた話はまさか本当だったのか？でもあいつらの想像してたその女性の姿ってどんな感じだったんだろうな。おいら気になるぞ。あれ？それならカオと一緒じゃないか。ちょっとは根拠もあるってとこだな。そういえばふと気になったんだけど、もし今からカオが同じように人を助けるとしたら、どんな風に助けるんだ？え、私がですか？人を岸辺まで引き上げた後は、どこか近くの木の後ろにこっそり隠れて、相手の状況を観察すると思います。そして、その人が無事であることを確認したら、こっそり離れます。わかったぞ。カーンはいいことをしても、名を残そうとはしないタイプなんだな。いいえ、その、説明するのもとても面倒ですし、人からの好意を受け取ることも苦手ですので。おお、だったら当時の仙人もそう考えたんじゃないのか？だから何にも言わずに行っちゃったんだ。うん。ほっほん。ふん。わらわはたまたま通りすがっただけ。ついでに助けたまでだ。多くを語るでない。凡人ごときのせいで、危うく金を引く今日が冷めるところであった。パイモンさんのモノマネ、少し龍雲神君に似てますね。私の知る限りでは、龍雲神君は楽器の演奏を得意とはしていませんが、だからといって、彼女である可能性が完全に否定できるわけではありません。今から奥蔵さんに行って、シンくんを見つけて聞いてみるのもいいですね。そうすれば直接確認できますし、それに、私はリーユエコーに長く居すぎたせいで、仙人との関わり合いも少ないのです。こういうことを聞きたいなら、一番詳しいのは彼女でしょう。いいぞ！龍雲神君とも仲良しだし、今回は食べ物を持っていかなくてもいいよな。お祭りの手土産はもう準備しました。ただ、はい。神君はいつも閉じこもって仕掛けの術ばかり研究していて、ずっと孤独です。人と話す機会があれば、神君は、仕方ありません。もうドヴォルザークさんを助けるとお約束しましたから。契約は成立してしまいました。悩んでいるわけにはいきません。お二方とも。今すぐ龍雲神君の洞天へ出発しましょう。カンは、どうやらすっごい決心をしたみたいだぞ。こいつの気持ちもわかるよな。じゃあ、もし、今年も龍雲神君が、また世間話をするなら、オイラたちの方で話題をずらしてやろうぜ。あれ、もう姿が見えないぞ。
おーい、カオン、オイラたちを置いていかないでくれ。外出しません。昔からお祭り期間中はいつも他の仙人たちの方が彼女の元を訪れていました。でもあいつに面倒っていうほどのことはないと思うぞ。はい、落ち着いて考えさえすればシン君は様々な状況に対応できますから心配する必要はありません。ここが無駄足だったなら次は他の仙人の洞天を片っ端から訪問していくべきかもしれません。ええ、まだ走るのか？わかった！いい考えを思いついたぞ！パイモンさん、どうぞ。オイラたちの今の目的はあの仙人を探すことだろ？確かに音楽は聞こえてないけど、でも優しい仙人なんだから、いつ人が水に落ちたって助けてくれるはずだよな。はい、確かにその通りですが。だったらこいつが水に落ちるふりさえすれば仙人をおびき寄せられるぞ。オイラが泳げないのはお前も知ってるだろ。本当にボクボクボクって沈んでっちゃうぞ。ヒヒ、オイラを信じてくれ。あ、そっちの水は深そうだから早く真ん中へ泳げ。何事だ？もう何ともないか？神格コウマ大聖。早く何とか言えよ。オイラに説明させるのか？わかったよ。オイラが言えばいいんだろ。オイラたち今音楽を演奏できて溺れた人も助けられる仙人を探してるんだ。でも仙人たちはずっとおとなしく洞天にいるわけじゃないし、見つかったとしても情報をつかめるとは限らないだろ。我ではない。わかってるぞ。仙人は女性だったはずだ。我が仙人でないこと旅人とパイモンは知っておるはず。おいらが悪かった。認めるぜ。
こんなに気まずい状況になるって分かってたら変にアイディアを出さなかったぞ。無事ならいい。我の知る限り夜叉の中にお前たちが探しているものはいない。それからこのようなやり方は気が気でない。次からもう試すな。高魔耐性は相変わらず風のようだ。そうですね。返事するのも気が引けました。神格、近頃の修行はうまくいっていますか？怪盗祭の間予定がないなら一緒に林雄校に戻って過ごしませんか？今年は師匠と一緒に過ごすつもりなのだ。だが、あ、龍神君といえば、最後に会ったのはいつですか？今日だ。朝早くに出かけ、古老さんの方へ行ったが、先方で鍋の形をした仕掛けを守っているのを見た。おそらく、利水定山神君へ送るものだろう。詳しくは聞いておらぬ。さっきはちょうどいなかっただけだったのですね。とりあえず皆さんはこのまま話していてください。私は手土産を童貞へ置いてきます。うむ、すまぬ。今の感じ、神格とカーンはだいぶ仲良くなったんだな。ああ、夏と冬は師匠と共に修行し、残りの時間はリーユエコーで俗世の生活に順応している。彼女は我のために町での住処を手配して、いくつかの仕事まで進めてくれた。だが我が彼女の周りにいる人間の真似をして、カンウ先輩やカンウお姉様と呼んだら、やめてくれと言われてしまった。学ばねばならぬこともあれば、学んではいけないこともある。覚えるのが大変だ。なるほど、覚えたぞ。そういえば、二人が師匠に会いたいというのは、探している仙人と関係があるのか？そうなんだ。あ、神格は山で修行してる時に、なんかの音楽を聞いたりしてないか？音楽とは、なんだ？お前を喜ばせたり、落ち着かせたりする声とか音のことだぞ。張り詰めてたり、あと怖かったりする音も入るのかな。行ってきました。シン君は置き手紙を見れば私たちを見つけられます。もう無駄足になる心配はありません。おお、便利だな。ちょうど音楽の話をしていたところだ。それのことなら毎日聞こえる。ついてきてくれ。え、本当かよ。じゃあ早く行こうぜ。行こう。ここだ。いつもここで音楽と共に修行するのが好きでな。も、もも、もももももどうしよう。おいら耳がダメになっちゃったかも。何も聞こえないぞ。そんなーて、そんなことあるかー。ちゃんと声が聞こえるんだわ。でも
おいらさっき話の途中だったぜ。もうおいらが悪かったよ。神格、おいらたちが探しているのは自然の音とかじゃなくて、楽器とかで奏でる旋律のことなんだ。旋律？あのな、お前が自分で歌えばいいんだろ。神格も聞いたことあるあれとかさ、そしたらわかりやすいし。それってこの前ウンキンが劇で歌ってた歌か。そうだな、その旋律なら音楽って言えるぞ。過去に戻ったような気分になった。目を閉じれば空を舞う満天の小島が目の前に浮かんでくるような。まるでまた皆と一緒に軍玉閣で祝杯をあげているかのようだ。ウンキンのステージを見たとき、胸の中が温かくなって、酒が腹に入るときさえも温かさを感じていた。今日再び主からこの歌を聴いても、当時の気分はまるで変わらぬ。音楽にこれほどの力があるとはな。神格、オイラが思ってたよりもずっといっぱいの感想が出てきたな。音楽って確かに人にいろんなことを思い出させるよな。まるでオイラたちが今まで経験してきた全てのきらめく瞬間をギュッと濃縮してくれてるみたいだ。カンはどうだ？何か印象に残る旋律とかないか？両親が子守歌を歌ってくれたことがあるかどうかはもう覚えていません。リーエの民謡以外に今思い出せるのは不当の船員たちの歌声、老舗の商人たちの呼び売りの声、そして街に聞こえてくる奏者の弾き語り。その通りです。以前はこのような旋律を聞くたびに距離感を感じていました。民衆にとって私は人でないものでしょ。私は人の芸術や感情をうまく理解できず、その生活に溶け込むこともできませんでした。少なくとも以前の私はずっとそう思っていました。でもだんだんそれらすべてが自ら思い込んだだけの束縛のようなものなのではないかと薄々感じるようになりました。それらの旋律から私が感じたものは他の人が感じたものと大した違いはありません。太陽が昇って月が落ちて、日々の出来事や人情の移り変わり、出身が違ってもみんなそれぞれの生活を過ごしていても、とても平凡な日常があって、街で見聞きすることがあって、結局みんな同じですよね。そうだな、カオンも早く歩み始めようぜ。オイラが友達を数えてやるからさ。上司は置いといて、国政とか神格とかはどうだ？あいつらだってそうだろ？そう、我は友達だ。同じ市についていることを考えれば兄弟弟子としてお互いに呼び合うべきなのだろうが、我が友達の意味を理解した今、我らの関係は友達といった方が近い気がする。皆さんありがとうございます。春になって花が咲いたら国政を連れて共に我が家へ遊びに来るとよい。様々な花を植えているから中には主が好むものもあるはずだ。そんな、申し訳ないです。
友達なのだから遠慮する必要はない。栽培や手入れの方法は全て主が教えてくれた通りにやった。だから主が意見してくれれば次はもっといいものができるはずだ。観賞用のものは分けておくから残りは全部食べていい。それでは先にお礼を言わせてください。あ、ここはお言葉に甘えてと言った方が正しいのでしょうか。そうなのか、我にもわからない。もうそんなことばっかり気にすんなって。それにしても女子会なのに集まって花を食べようとするなんて、さすがはあの船長の弟子って言うべきか。不敬な真似をしておるのは誰だ。わらわを鮮明ではなく船長などと呼ぶとはな。師匠、シンくん出た。これぞ天から降りてくる大船長だ。この方ではなくこれだと。しばらく見ぬうちにお前はますます調子に乗るようになっておらぬか。まあよい、ここはわらわが大人になってやる。カウンの書き置きは受け取った。お前たちが探しているものにはわらわも心当たりがある。どうだ、わらわについてくるか。我にはまだ修行がある。師匠や主らと共に行くのは遠慮しておこう。うむ、日が暮れたら船夫でわらわを待っておるといい。せっかくの祭りだ、己の思うがままに料理を楽しむのだぞ。消灯を飛ばしたかったらいつでも来てくださいね。ありがとう、怪盗祭を祝して。紀州という名についてカーンは無論知っておると思うが、お前たち聞いたことはあるか。紀州とは塵の魔人ハーゲントゥス。彼女は元気な性格で発明と賑やかなことが大好きだった。はるか昔ここの町はまだ繁栄していた。紀州はよく友人を自宅まで連れて行き、その一番大きな石の食卓へと座らせたものだ。鳴海製菓のやつはいつも誰よりも先に新しく集めてきたお宝を卓上に並べておった。ふん、あいつは性格は穏やかだが好きなものに関する話となるといつも自慢ばかりなのだ。覚えてるぞ、まさかあの鳴海製菓神君だったなんてな。彼はわらわたちの旧友であり良き好敵手だった。やつのことを思い出し始めるとまたいろんな思い出がよみがえってくる。やつがお宝を出すと途端に皆は落ち着かなくなってしまうのだ。我先にと評価を競い始めるのだからな。わらわと紀州ももちろん他の者に遅れをとってはおられぬ。それで
それぞれ自信のあるからくりを食卓に並べるのだ。仙人というものはそれぞれの能力を持つがゆえに誇り高いものだ。そのせいでわらわはいつも鳴海製菓と言い争っておった記憶があるな。何せ奴が得意なのはただのお宝探しで、手持ちのお宝の中に自ら作ったものは一つもなかった。いつも己の手で作り上げているわらわと比べれば遠く及ばないのだ。シン君、またムキになり始めちゃいましたね。話を戻そう。まあそういう時、紀州は高みの見物を決め込むやつだった。口喧嘩に混ざってくることもあったが、多くの場合は皆と共にザレ言を言ってきたものだ。ザレ言って？それこそ何でもありだ。時にもう口喧嘩はやめましょうよ、どうせ二人とも私に勝てやしないんだから、などということもあれば、時にあの二人の喧嘩が終わったらみんなで一緒に山を降りて焼肉でも食べに行きましょう、などと。彼女のことだ。あれで皆を元気づけようとしていたのだろう。まあ確かにそれなりのコツを知っておったのは認めてやる。何せわらわを不快にさせたザレ言は一つもなかったからな。それに彼女から船長だの白いのだのとは呼ばれたことがない。お前そんなぐちぐち言わなくてもいいだろう。とにかくわらわたちが議論に燃えていると、いつもかまど神マルコシアスがおいしい料理を持ってきてくれた。かまど神の顔を立てぬ者は無論いなかった。皆争いをやめて食卓を片付け宴を始めるのだ。そういえば当時帝君が持ってきてくださった杯はいつも真四角なもので、わらわは習慣に合わないとよく文句をつけていたのを覚えている。だがお前たち、四角い杯など使うか？そういうことだ。帝君といえども迂闊な時もあるのだな。かまど神の料理を作る腕についてはわらわですら文句をつけがたい。食事中、紀州もまたいろんな話題を持ち出して、ああだこうだと皆の笑い声は止まらなかった。あの老骨どもにはそれぞれ悪癖があった。にもかかわらず、奴らと一緒に食事するとなるとあんなにも楽しかったのはなぜだろう。わらわは高いところから日が昇り月が落ちるのを見届けて、時が来れば宴はしまいだ。歌人老一神君はそのまま残って、よく紀州と一緒に短い花見をしてから帰ったものだった。あの頃は瑠璃瑠璃がここからあちらまで花の海のようにそこら一面を覆い尽くしていたのだ。歌人老一神君ってピンです。皆さんよくご存知のピンバーヤのことですよ。ああ、なるほど、あいつかって違う。昔話は面白かったけど、オイラたちは仙女を探しに来たんだろ。それとも仙女ってその紀州のことか。でも当のそいつはもう、はあ、わらわがこの地をずっと訪れなかった理由は、この廃墟に触れて心を揺さぶられるのが嫌だったからだ。お前がこのように請求にあれこれ聞いてくるせいで、
わらわの感傷的な気持ちが無駄になってしまったではないか。まあよい、今から詳しく説明してやる。仕掛けの術のことでよく奇襲と言い争ったものだった。互いの言い分をどちらも譲らなかった。わらわはかつて二種のからくりを批評してもらうため、最も公正なる岩王帝君を宴に招いた。なんと帝君は奇襲の栄枯からくりの方がやや秀でるとおっしゃった。口にしたくはないが、わらわは分かっておるのだ。仕掛けの術において奇襲は確かにわらわより一枚上手だった。奇襲と歌人の物語についてはある鈴のことから話さねばならぬ。仕掛けの術が作曲家にとって変わることはなくとも、その質はそこらの作品と変わらぬと奇襲は考えていた。対して歌人は、音楽は魂の発する感情ありきの声だと言い、からくりが自発的に作りはしないと考えた。二人があまりに争うから帝君を呼ぶしかなかった。やがて帝君は鈴を持っていき、さまざまな儀式に使った。それからあやつらはよく山に集い、音楽や仕掛けの術、そして人間社会のあれこれを議論するようになった。だがそんな光景も長くは続かなかった。魔人戦争が起こり、桐原も戦火に巻き込まれたのだ。やがて奇襲は敵に敗れ、戦場で散った。わらわや歌人が着いた時、廃墟に残されていたのは旧友の侵害のみだった。その後、歌人の要望のもと、岩王帝君は先人の鈴を彼女に持たせた。わらわの旧友の考えを継いで、奇襲機を少々改造し、思いを託したのだ。小刀は飛んでは落ち、人もまた集まっては散りゆく。何を見ている、桐原か。この山水を見ている。人が死ぬは灯火が消えると同じ、仙人もまたしかり。いつの日か我らも皆塵になって土に帰り、この世に帰るのやもしれぬ。わらわは淡泊な性格ゆえに、感情も控えめで交際を好まぬ。奇襲との付き合いも仕掛けの術の議論によるものだ。でもお前は結構友達が多いし、おしゃべりも上手だと思うぞ。人前でひるまぬことと友人作りが好きということが等しいわけではあるまい。わらわのようなものを陽気な内向型というのだ。そもそもわらわは歌人老一とは違う。あやつはキリッとした性格だが、それでいて繊細さも併せ持つ。その上口も利く。奇襲との友情といえば、あやつの方がわらわより深いはず。あの二人はかつて好敵手だったからな。何度も作曲で勝負したことがある。その先人の鈴も奇襲の自信作だぞ。作曲だけでなく演奏だってできる。変だな。先人の鈴はピンバーヤが旧友から借りたものだって言ってた記憶があるぞ。若い頃綺麗なものが好きだったからとかも言ってたよな。綺麗なものが好きだったからだと。バカを言うでない。この鈴には悲しい思いが秘められておる。言い出せるような時でもなかったゆえ、あえてお前たちにはそういうふうに告げたのだろう。
それに旧友となると他に誰がいるというのだ。当時勝利という名の人が鈴を借りたいと言っておると聞いた歌人老一はすぐにそのものを帝君だと推測した。その上帝君が重要な決断を下したと判断したのだ。長年の付き合いであるゆえそのくらいのことは互いに思い当たるというわけだな。合言葉みたいなもんだったってことか。すごいな。話がまたそれてしまった。どこまで話した。ああ思い出したぞ。先人の鈴は仕掛けの術によって奏でられる伴奏にぴったりなものだ。操船の儀式においても幾度かその力を発揮してきた。その後歌人老一があえてそれを持っていったのは奏奏曲を作るためではなかった。彼女が鈴を揺らして音を出すとき奏でられる旋律はいつも紀州が作ったあの曲だった。あの二人は音楽において思想のぶつかり合いがあった。しかし誰も思っても見なかったことなのだが、紀州が言った後歌人老一が金をつまびいて彼女を忍んでいると二人の作った旋律が次第に一つになっていったのだ。歌人老一もかつては賑やかなことが好きな性格でな、お酒や歌が好きだった。しかし紀州が言ってしまった後は他の者とあまり付き合わぬようになった。いつも一人で山頂に座って金を引きながら考え込むようになったのだ。その音は悲しみに満ちていたり穏やかだったり感情が高ぶったり、何年過ぎた頃かは知らぬが、やがて奴はようやく満足のいく曲を作れたようだった。雲に向かって曲を奏でることでその喜びを示したのだ。残念ながらわらわがその曲を聴けたのはあれっきりだが、お前たちの調べておる件だが、もしかしたらかのフォンテーヌ人の先祖はその頃水に溺れ歌人老一に救われたのかもしれんな。でもどうしてピンバーヤは満足できた曲を一回しか奏でなかったんだ。ふむ、わらわも気になってしょうがなかった。だから彼女に問うたのだ。こんなに手間をかけて編曲したものをなぜもう奏でないのだと。すると彼女はこう言った。金の弦は切れていないが死因はもう行ってしまった。龍雲、この曲は誰に聴かせればよい。ピンバーヤ、幼い頃のことはシン君の世話になっていたことしか覚えていません。魔人戦争が終わった後私は契約を果たすために李友好に残りました。紀州には何度か会ったことがありますが、そんな過去があったなんて知りませんでした。紀州は先を見通すことのできるものであったが、この世から去るのが早すぎた。雲海堂天にある図面は未完成のままで、残された空白を思うといつも忍ばれる。かの仙人を探していなければこのような王子もおそらく砂塵の中に封印されていたのだろう。今お前たちは人を救った仙女が歌人老一神君だと知ったわけだが、彼女とこの件について話すのか。このことでピンが悲しい思いをするのが
シン君は心配なのですか？その通りだ。わらわにとっても歌人老一にとっても旧友が言ってしまったことはあまり触れたくない悲しい記憶だ。でも僭越ながら、それもあくまでシン君の推測に過ぎないのではないでしょうか。お？というと？ご存知の通り、私はリーユー校に長い間おりますから、多くの人々との別れも味わってきました。家族や親友がいなくなる痛みや辛さは身に染みてわかっています。でも町も人も前に進み続けているんです。ピンは聡明な人だからこの道理をわかっているはずだと思います。仙女が一人山の中からいなくなりました。でも同時に人の世には人生の先輩が一人増えました。私たちは失うこともありますが、得るものもまた増え続けています。いろんな人を助けた彼女はこれからももっとたくさんの人に進むべき道を示してくれるでしょう。そして彼女に助けられた人々は彼女の友人になって一緒に花見をしたり音楽について議論したりしてくれるはずです。親友を亡くすのはもちろん悲しいことですが、人生はそれでも続いていく。その先ではきっと新しい友人が彼女を待っているはずです。怪盗祭に音楽祭を取り入れることについてもオイラたちピンバーヤの意見を聞いたんだぞ。いっそのことあいつも誘ったらどうだ？もしかしたらピンバーヤのステージが見られるかもしれないぜ。まったく若者の割にはよく考えておる。じゃあシン君も一緒に来ませんか？ピンもあなたとは久々の再会ですし、それに怪盗祭の間リーユー校もお祭りのために新しく飾り付けられているんですよ。怪盗祭だからといって何の新しいものがあるというのだ。あやつのことにしたって会いたければいつでも会える。それは違うと思います。毎日のどんな時間も毎年のどの月もそれぞれ全く違うものです。ずっと待っているだけというのは良くないです。ふむ、まあ今回持ってきてくれたお菓子はなかなかのものだったからな。よかろう。わらわは先に失礼する。ふん、他の老骨どもがこっそり町に遊びに行っていないかどうか見てやろう。では私たちもシン君をあまりお待たせしないよう急いでリーユー校に戻りましょう。霧原、霧州。もしちゃんと栽培して手入れをすればいつの日か霧原にまた一面のルリユリを咲かせられると思いますか？わらわは先ほどの褒め言葉を撤回するぞ。お前という子はやはり甘い。え、シン君、まだ言ってなかったんですか？お前たちがずっと動く様子がないから気になって戻っただけだ。次こそ本当に行くぞ。
その足の速さだけは褒めてやる。わらわもついたばかりだぞ。今日はどういう風の吹き回しだい？みんな揃ってバーヤを見に来て。船長のお姉さん、まだ話してないのかよ。何を話すというのだ。それになぜわらわが話すことになっているのだ。ピンバーヤと一番長い付き合いなのはお前じゃないか。はあ、歌人そうではなく、ここはピンと呼ぶべきか。龍雲、今日は話し方もいつもよりかしこまっておるのじゃな。ふむ。時は開頭祭、好天に恵まれ、風からは花の香りが。関羽、お前に任せた。始まりは、先祖を救った仙人を探すドヴォルザークさんに私たちが手を貸そうとしたことでした。龍雲神君から仙楽を奏で水に溺れた人を救ったのはまさにあなただと聞きました。おお、なるほどな。確かにそのようなこともあったの。そんな昔のことをよく覚えてくれておったの、龍雲よ。さらに珍しいのは、凡人の寿命は短いものであるにもかかわらず、昔の出来事がこのような形で今まで語り継がれてきたことじゃ。またあいつの思った通りだったの。あいつって紀州とよく呼ばれておるやつのことじゃよ。龍雲の表情からすると、もう彼女のことは聞いておるんじゃな。はあ、わらわが望んで話したわけではないぞ。よいのじゃよ。怪盗祭はまさにリーウェを守ってくれた英雄たちを記念するためのお祭りじゃ。紀州は今日のこの壮大な景色を見ることはできないが、英雄の名にふさわしい存在じゃった。そのさ、紀州は一体なんて言ったんだ。知恵ある彼女は、人間とは弱き生き物であり、それらを守りたいと初めの頃に言ったのじゃ。だが多くの人と接した後、彼女の考え方にも変化が生じた。人の心はなんと繊細で精巧なものか。その英知や努力はあまりにも輝いていると、あいつはよくしみじみ感じておったものじゃ。そして決して人の潜在能力を軽んじてはいけないと、少し導いてあげるだけで比類のない強き力を発揮できるのだと。いつかは人が彼女と同等の力を持つようになり、互いに学び成長を促せるような存在になるかもとも言っておった。口だけはよく回るやつだ。あやつが仕掛けの術においてわらわに勝てるのも、そのよく回る口が大半の勝因だったわけだからな。そういえば龍、あのからくりの盆景をまだ覚えているか。あなたたちが送ってくれたプレゼントじゃ。無論覚えておるぞ。あれを作るのは大変だったからな。あれはわらわたち二人の技術の真髄がこもっていると言っても過言ではない。紀州はな、すべての草や花が集まってこそ私たちの家だと
バーヤに告げたんじゃ。目の前にあるこのリーウェと同じじゃよ。ピンバーヤ、なんだかセンチメンタルになってるみたいだな。はあ、バーヤたちの中では彼女ほどこのように賑やかで盛大なお祭りが好きな存在はいなかった。彼女がまだいればきっと飽きもせず龍雲たちと作品の勝負をしておったのじゃろうな。リーウェ校では新年や節句のたびに音楽が奏でられる。音律についてはきっとあやつはお前のところに行って共に鑑賞し語り合ったはずだ。そうだ、音楽。ピンバーヤがその時奏でたのって一体どんな旋律だったんだ。それにそれに、ピンバーヤがそんなに音楽に詳しいんだったら一緒に音楽祭で演奏するのはどうだ。すぐ手配いたします。興ざめなことを言いたくはないんじゃが、金はのう、もうずいぶん長く弾いておらんのじゃ。腕がなまってしまった。曲を弾くたびにあいつのことが思い出されての。バーヤが編曲した旋律を果たしてどう見てくれたんじゃろうな。一時期金を弾くとあいつが隣の石の腰掛けに座っておしゃべりに付き合ってくれておるように感じておった。衣装同点も鳴海製菓もみんな昔のまま。時間がどんなに過ぎたとしても曲を奏でるだけで全てが記憶通りによみがえってくれるんじゃ。やはり昔のことを吹っ切ることはできませんか。完全に吹っ切れたというと嘘になるからの。じゃがどれほど悲しいと言っても悲しみのほかに美しいものもいろいろと見れた。この人の世で生活しているとな、永遠に悲しみに浸りたいと思ってもそれがまた難しいことなんじゃよ。ほれ、バーヤの盆景はとても綺麗じゃろう。素直な心境になって初めて悲しみに直面できる。お前は確かに少し成長したな。とにかく若者の舞台なんじゃから、バーヤは遠慮しておこう。ピンバーヤがそう言うなら。バーヤ。おや、みんな大勢集まっちゃって何か事件でもあったのか。縁起、心配無用じゃ。大丈夫じゃよ。みんなバーヤに顔を見せに来てくれたんじゃ。いいことならいいんだ。ちょうどいい機会だから私からも挨拶させてくれ。怪盗祭を祝して。怪盗祭を祝して。あ、私急に思い出したのですが、月海亭での仕事について縁起と相談しないといけないんです。それがずっと機会がなくて。ロボルザークさんの方はお願いしますね。シン君、ピン、先に失礼します。今から。どの分野の事件を、カウン先輩。カウという子はやはり嘘をつくのが下手じゃな。わらわのおしゃべりのコツをちっとも吸収しておらぬとは残念じゃぞ。めったにない機会じゃ。龍雲、少しくつろいだらどうじゃね。お茶を入れるからちょっと話でもしようじゃないか。ふむ、わらわもやぶさかではない。今度そのフォンテーヌ人の方に会ったらバーヤの気持ちも伝えてくれるかい。音楽祭が大成功を収められますようにと。任せろ、ピンバーヤ。ありがとうね、
バーヤの話をいろいろ聞いてくれて、あの旋律についてはいつかバーヤの準備が整ったら聞いてあげよう。やった楽しみに待ってるぞ金の音が再び奏でられれば、彼女もまたリュウエコーに舞う無数の砂塵のように、地上や空から近頃の繁栄ぶりを見て、どこかでこっそりと北総へのやもしれんの。じゃあ早速この情報をドブルザークおじさんに伝えてやろうぜ。こんにちは。そっちは順調だった？順調順調、絶好調だぜ。おじさんが探してた人もオイラたち見つけられたぜ。ほ、本当か？私の先祖が聞いた旋律は、仙人が旧友を忍ぶために奏でたものだったのか。だからこそそれほどまでに美しく人を引きつけたのだろうな。お、おじさんからの第一の感想はやっぱり特別感があるな。こういうのが音楽家が持つべき思考なのか。しかしやはり信じがたい。かつての仙女がすでにバーヤになっているとは。ひひ、それならオイラから説明してやるぞ。リーユへの仙人ってのはな、基本的に老いることはないらしいぜ。だから歌人老一神君、つまりオイラたちのよく知ってるピンバーヤは自分で年を取ることを選んだんだと思うぞ。ピンバーヤは教養があるし、物事の本質を見通せる。たとえ彼女がどんな外見や身分を選んだとしても、その澄み切った心が変わることはないわ。国政の方がオイラより言葉選びが上手だな。オイラも同じことが言いたかったんだぞ。ちゃんと、直接会ってお礼を言わないと。だが音楽祭が終わってからにしよう。今感じているこの気持ちと最高のコンディション、全てをこのショーに捧げたい。あ、そうだ、ピンバーヤから音楽祭が大成功しますように。だってさ、あいつはいつもの場所で遠くからだけど、このステージを最後まで聞いてくれてると思うぞ。本当か？はあ、いけない、緊張してきた。ダメだ、リハーサルをもう一回やっておきたい。皆さん先に失礼する。王子さん、早すぎるぞ。まだ話が終わってないのに。この前あいつ、人にとっての音楽の意義を聞いてきてたよな。今回の件でこれも多少は収穫ありってところか。新しい感想があるならぜひ聞かせて。音楽はいいことのために使われるけど、それを使って悪事を働くこともできるんだってオイラたち気づいたんだ。音楽を聴くとみんなは楽しくなったり、感動したり、時には悲しんだり、懐かしくなったり。音楽は人々の心の中にある記憶で、時空を超えて思い出をつないでくれるってどこかな。
君たちもいろいろあったみたいね。構わないわ。後でカウンが全部教えてくれるはずだから。国政はまだやることがあるのか？ええ、でも後片付けが少し残ってるだけで大変な仕事ではないわ。みんなが喜んでくれるならどんな努力も報われるもの。ええ、怪盗祭を祝して。ふぅ、これで全部片付いたな。おや、待てよ、何か忘れてる気がするぞ。なんだっけ、初めから思い出してみるぞ。ああ、あのこうなんとかのタケノコだ。勝利は急がなくていいって言ってたし、まだ間に合うはずだよな。間に合わなくてもオイラたちのせいじゃないぞ。自分で取りに行かないあいつのせいだからな。まあいいか、そんなことより往生堂に向かおうぜ。怪盗祭の訪れは新しい一年の始まりの意味です。ダンダンダダダンダンダダンダダダンダンダダダンダンダン。よし、そこまで。あれあれ、珍しいお客さんだね。同種の私と遊びたくて来たのかな。お前たちどうして真っ昼間に往生堂の前でヒップホップの練習をしてるんだよ。我が友よ、しばらく見ないと思ったらあの度胸はどうしちゃったの。ここは山を背に水辺があって空いてる空間も広い。その上見えない観客たちが見に来てくれてるから練習にはぴったりなんだよ。見えない観客。ここ数日付き合ってきて、あたいはやっと風同士の喋り方に慣れてきたぜ。初めの頃は新栄さんもかなりびっくりしてたでしょ。巨大なカエルを見たみたいに。よせよ、痛いところをつかないでくれ。どうしたの、そんな困ったような顔しちゃって。しょうがない、思いやりにあふれたこの私が説明してあげるよ。芸術の才を集めしイルデッセンスツアー、路地裏に潜む詩人の私がこのチャンスをみすみす見逃すわけにはいかぬ。私が詩を書き、新縁が指針を決め、恩先生は繊細な細部を作り込む。この開幕を直家から最もビッグな霊下に。なかなかいい韻を踏んでていいんじゃないかって違う。なんでオイラまで踏まなきゃいけないんだよ。でもこんなことして何か安全面のリスクとかはないのか？それについては心配無用だぜ。あたいには舞台の経験があるから、使おうとしてるものの火力についても幽閉に事前報告済みだ。信玄がそう言うならまあいいけど。彼はね、素敵な美食の箱を持って山登りに行ったよ。給油を見に行くんだってね。勝利先生ならここにはいませんよ。少々残念ですが、あの方はかなりの玄人観客ですし、新縁さんの公演を心から楽しんでくださっていますから。おう、最初にここで歌うように誘ってくれたのも彼なんだぜ。でもまさか本当にここで練習できる日が来るとはな。へい、言ったでしょ、私の往生堂はいい場所だよ。皆さんもっといらしてくださいな。毎回新しい発見ができるはずだよ。それは認めます。フータオさんはいつも新鮮な嬉しい驚きをもたらしてくれますから。それにショッキングな驚きもな。
そういえば深淵さん、あなたの歌詞について少し考えがあるのですが、聞いてくださいますか？あ、もちろんいいよ。ああ、そうだ。旅人、パイモン、その山は五郎山って言うんだ。間違えないでよ。勝利さんを見かけたらこう伝えてくれる？うん、そうだな。今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよねって。あなたたちも一緒に来てね。この私が用意した宴会なんだから、面白さ満載に決まってる。知った顔だ。リーウェイ港から来たのだな。町の様子は最近どうだ？バッチリだぜ。気になるんだったら自分で確かめに行ったらどうだ？昨月は最近よく天候山を散歩しているんだ。おそらくリーウェイ港の様子もとっくにその目で見てきただろう。勝利、やっと見つけた。タケノコ持ってきたぞ。ちょうどいい時に来たな。本格的なイェンデューシェンはとろ火で煮込む必要があるが、こういう風に仙人の仕掛けの術によって促成を促せば、ある意味近道ができる。その装置ってまさか。龍雲のからくり調理人機だ。貸してもらった。もう煮込み機って呼んだらいいんじゃ。やっぱり何でもないぞ。装置には制作者の気持ちが込められてるかもしれないって考えると、やっぱり勝手に名前を変えるのは良くないよな。また見聞を深めてきたのか。それはいいことだ。昔話を追憶するのはいいが、過度に悲しむ必要はない。世間を渡り歩くこと自体がそもそもある種の経験の蓄積なのだからな。イェンデューシェンが出来上がったら一緒に食べてみてくれ。そうだ勝利、プータオから伝言を預かってるぞ。今日は応援しに来てくれても来なくてもいいけど、また今度やる宴会には絶対来てよね。だってさ、応援って多分怪盗音楽祭のことだよな。宴会にはオイラたちも誘われたけど、まだ詳細はわからないんだ。あいつが何か企んでるってことだけはわかるけどな。ああ、俺はここでこの二人としばらく時間を潰すつもりだから、俺の代わりに祝福の言葉を伝えておいてくれ。宴会の方は、ふん、同種がそうおっしゃるならば、滑稽であるこの俺が断るわけにはいかないな。じゃあまた宴会でな。ああ、約束する。帝君、イェンドゥーシェンが出来上がったぞ。ああ、すぐ行く。鮮やかな色と香ばしい匂い、うん、この料理装置の技術もなかなかのものだ。わざわざここまで足を運んでくれたのに、無駄足にさせるわけにもいかない。些細な料理だが、包むから持っていくといい。熱いうちに食べるのがいいぞ。
イリデセンスツアーのステージに出られてあたいすっごく光栄だぜ。それじゃあ、ウタウとあたいの舞台、耳を澄まして楽しんでってくれ。その名も、トシカリン。明日のご予定は？今年のねぎらいに素敵で簡単な食事会でもどう？もちろん私のおごりで、うん、天智園様のおごりか、存分に楽しまないとな。来年も良い年であるように。きっとそうなる。師匠、小刀我は小刀ごとき師匠が今から新天堂地かつ空前絶後のを作ってやるわ。それをもってリーウェイ校に行って人々に見せつけてやるといい。も急いで新曲作りに集中しないとな。もう夢が一つ叶ったばかりなのに、また新たな目標を見つけたのですか？あんただってそうだろ。どうせ新しい劇の名前もすでに考えてあるくせに。やはり私のことを一番知ってるのは新園さんですね。都仙宝仙というのはいかがですか？おお、臨場感が半端ないぜ。主題を引き立てる宣伝文も考えました。金天竜音雲間に轟くとしましょう。
いざ